休憩前に引き続き会議を開きまし、質疑を続行いたします。細野豪志君、午前中に引き続いて私の方から質問させていただきます。午後は民進党の時間でございまして、今国民の関心事であるさまざまなテーマについて、それぞれの質問者がしっかりと政府の姿勢を問いただしたいというふうに思っております。特に国民の間ではですね、東京オリンピック・パラリンピックをめぐってなんと3兆円ものこのお金がかかるということで衝撃が広がっております。しかもこの3兆円というのを政府も把握してないという、そういう話になってきてるんですね。ですからここは、この国会でもしっかり議論しなければならないというふうに考えておりまして、我が党から初鹿議員が、3時半ごろかでしょうか、そのことに質問をいたしますので、しっかり政府には答えていただきたいと思います。それでは私からまずパリ協定について総理にお伺いしたいと思います。我々は提案をするということを申し上げました。まず提案申し上げたいと思います。地球温暖化というのは、世界中にとって極めて重要なテーマでもあり、安全保障上の懸念にもなっています。総理、パリ協定を11月のですね、このCOPの会議が始まる、その時までに、しっかりと締結をしていくと。11月の7日にこれ、COPの会議があるんですね。私もかつて環境大臣をやってましたので、この協定に対しての思い入れがございます。私が環境大臣をやっておったときはですね、京都議定書の第二約束機関に我が国がコミットするかどうかが問われたんです。で、私はこれには日本はコミットすべきではないという、非常に難しかったですが判断をいたしました。なぜかというと、京都議定書にはですね、中国やインドのような途上国はもちろん、アメリカも入っていないと。当初はですね、先にやるという手もあったかもしれないけれども、世界の経済はこれだけグローバル化している中で、そういった国が入らない協定には意味がないと。むしろ日本がその第二約束機関に入らないことによって、新たな協定ができて、あらゆる国が入る枠組みができた方がいいだろうというふうに考えたわけです。そしてその後の歴代の大臣の努力もあって、去年パリ協定というのができました。ところが我が国はまだ締結できていない。すでにですね、約 48% の国が、割合で、60カ国、48% の排出国が、パリ協定を締結をしておりまして、で今後、ドイツ、フランスあたりがですね、締結してくると 55% を超えます。そうしますと、この協定が発効しますね。総理、これは総理にお伺いしたいと思います。すでに本会議も答弁されてますから。この我が国がですね、長年にわたって温暖化についてイニシアティブを取ってきたこの役割を考えると、この11月のですね、COPの会議までにしっかりこれを締結しておかないと蚊帳の外に置かれますよ。ここは総理、自民党の部会を通ってないという話のようなんですよ。政府としての対応は終わってるけれども、総理のイニシアティブでしっかりそれをやるというご答弁をいただけませんか。これは私からの提案です。安倍内閣総理大臣。私は第一次政権の時にですね、ハリケンダムでサミットがあった際ですね、このすべての国が参加する、公平でかつ、実効的な枠組みを作るべきだと、こう申し上げてきたわけでありますが、この度ですね、パリ協定は、史上初めて、そうした枠組みとなったわけでありまして、政府としては気候変動という国際社会の深刻な課題への対応に、最大限貢献していくとの立場から、パリ協定の早期発効を重視をしています。必要な準備、調整が整い次第、パリ協定を今国会に提出をし、迅速な締結に向けて全力を尽くしていく考えであります。気候変動を重視する我が国としては、COP22 において、迅速な締結につき、明確な姿勢を示せるよう、もちろん我が党の中においてもですね、しっかりと議論し、早急に結論を得なければいけないと思っていますが、野党の皆様にもご協力をいただきたいと思います。細野豪志君。総理、我々はこれ協力します。で、必要な調整というのは与党の中の調整なんです。ですから総理がしっかりイニシアティブを取って、早々に部会を通して閣議決定まで持っていく、そこからでないと国会は協力できないんですよ。もう目の前にCOPも会議もあるんだから、そこで会話の外に置かれるよりは、総理がイニシアティブを取ってやれればいいじゃないですか。もう一言どうですか。安倍内閣総理大臣。もちろん
国会に出す以上ですね、我が党で、あるいは与党で、ちゃんと結論を出しますが、今ここでですね、私がそれをすべてやるということはできないわけでありまして、我が党はしかし責任感強いですから、しっかりと決任を出していただけると、このように、確信をしているところでございます。細野豪志君。はい、前向きな答弁をいただいたというふうに理解をしたいと思いますが、まあ、この環境問題についての自民党の中というのはいろいろありますからね、まあ、やや心配をしているということも併せて申し上げたいと思います。では次に憲法の問題について議論をしてまいりたいと思います。まあ、先日我が党の野田幹事長がですね、自民党の憲法草案について撤回を求めました。それについては総理は明確に拒否をされた。まあ、これは自民党の中でいろんな議論をしてきたものですから、いきなり撤回というのは、これはなかなかね、自民党としてはいとすぐに言えないことについては私も理解します。ただ総理、ぜひ憲法の議論を進めるためには考えていただきたいことがある。それは今の自民党の改憲草案をベースに議論するというのはこれは無理ですよ。総理は、参議院選挙の後のですね、記者会見で我が党の案をベースにしながらとおっしゃってる。この考え方は改めていただいた方がいいと考えますが、総理いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、まだですね、いわば憲法改正の草案、あるいは憲法改正案をですね、出している、政党というのは、まあ、我が党がこの全体について全体像を既にお示しをしていますが、あと、維新の会が出しておられると思いますが、その他はですね、まだ出しておられない段階でありますから、そこでですね、その段階でその撤回しろというその意味がよくわからないんですが、例えば法案等が法案を提出してそれを撤回しろというのはわかるんですが、我々の考え方を国民の皆様に我が党の考え方ですよということをまあお示しをしたわけでありまして、でそれはしかし、3分の2という多数を形成をしなければいけないわけでありますから、政治の現実においてはですね、それがそのまま通るとはこれは全く思っていないわけで、ありまして、それはやはり例えば細野さんがですね、ここはこうするべきだ、あ、そうだなとなればこれは変わっていくわけですよ、当然ですね。しかし当然私も自民党の総裁でもありますから、我が党の案は全く関係ありませんよということにはこれならないわけでありまして、まずはベースにお願いしますと、まあ、しかしそこで例えば細野さんがですね、細野委員が、ここは自民党の案はおかしいから、ここはこういうふうに修分すべきだと、そうすれば賛成できますよという、まあ、そういう議論に入っていけばですね、当然、この我々も納得するということになれば、まあ、そういうことになっていくでしょうし、まさにそれは、これから憲法審査会の中においてですね、しっかりとご議論をいただきたいと、まあ、このように思っております。細野豪志君。まあ、率直に言って若干柔軟になってきたかなというふうに思いますね。でさらにちょっと踏み込んでお伺いしたいんですが、総理、井上幹事長は公明党のこうおっしゃってるんですね、先日の日曜討論で。自民党の草案を叩き台にして憲法審査会で議論することにはなっていないとおっしゃってるんですね。まあ、ベースという言い方と叩き台の言い方、まあ、これどっちがどうかっていうのはありますが、私の理解する限りベースという言葉の方が強いですね。叩き台っていうのは柔軟ですね。で総理はベースにするとおっしゃってる。で公明党の方は叩き台にしないとおっしゃってる。これは明らかにですね、この考え方のスタンスに違いがあるわけですよ。で私の理解ではですね、ベースというのはまず自民党案があって、その中で3分の2で合意できないものについては、これはやらないけれども、3分の2で合意できるものについては、このベースのものを残すという、こういう考え方に聞こえる。総理、まず確認したいんですが、叩き台にはしないという公明党の意見がある。すなわち自民党案をまずベースにして、そこから調整をするんではなくて、各党の考え方でしっかりやるということでよろしいんですね。で総理、もう一つ申し上げます。我が党は確かに改憲の具体的な案は出してません。しかし、もうすでに2005年にですね、憲法提言を出してまして、かなり具体的にですね、さまざまな考え方について提示をしているんです。これはね、公明党の、まあ、大体できているものとね、まあ、熟度においてはね、大体同じぐらいですよ。公明党も改憲草案を出していない。しかし、憲法改正については議論する。我々も憲法提言を出している。さまざまな考え方を出している。ですから総理が本当にこの憲法の問題についてベースにするという考え方をですね、しっかりここで諦めて、さまざまな議論をしましょうということになれば、議論が進む可能性があるんですよ。どうですか、総理。安倍内閣総理大臣。この我が党の案をベースにして議論したいというのはですね、まさに
これは私の思いと気持ちを述べたわけでありましてですね、当然それはこの相当議論をしたわけですね、自民党の中において、そして作った草案である以上ですね、我々もこれを大切にしたいし、でこれをベースにして議論していただきたい、まあ、ベースですから、先ほど申し上げましたように、これは撤回するとか撤回しないとかの話ではなくて、いずれにせよですね、そこで3分の2にならなければ、ベースとか言ってもですね、これはそもそも話にならないわけでありますから、そこで、まあ、いろんな、だからこれは、まあ、見方によるんだと思いますよ。これは、民進党が出された案でですね、我々の案とは違うけども、その案でもこれはいいですねということになれば、その案でいくということになるんだと思いますよ、これ3分の2。ですから、それはまあ具体的な、それどういう条文でどういうことになっていくかということを見ないとわからないわけでありまして、まあ、ですから、それはまさに、憲法審査会においてですね、しっかりとご議論をいただくべきことではないかと、こう思っているわけでありまして、これはまあ、いろんな言い方があるんだと思いますが、私はこの、まあ、ベースにしたらいけないとかですね、たたき台だったら、この言い方がいいことではなくて、とにかく案を持ち寄ってですね、議論しましょうということでありまして、我々は我々の案はすでにできていますから、それはお示しをすると。で、我が党は、すみません、我々はですね、すでに案を決めているわけでありますから、これでやっていただきたいと思っていると、まあ、いうことであります。細野豪志君。まあ、なかなかベースにするという考え方をですね、変えていただけないんですね。まあ、それでは自民党案が本当にベースになるに値する案かということについて、ちょっと議論を深めてまいりたいと思います。まあ、総理、憲法97条、まあ、ご存知だと思うんですが、この条文を自民党のですね、改憲草案は削除してるんですね。で、私、まあ、まあ、専学ではありますけれども、憲法を専門に大学時代はやっておりましてね。で、97条というのは、実は結構思い入れのある条文なんですよ。これ、10章の最高法規のところに書いてあるんですが、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去の幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対して、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。最高法規の中にこの人権規定が入っていることが非常に重いと私は考えてきた。その立場からすると、改憲草案を見たときに、まあ、もちろん国防軍も、まあ、これはさすがにないだろうと思いましたが、この条文を削除したことについて、これは非常に問題があるなというふうに思いました。叩き台にする、さらにはベースにするという話を総理はおっしゃってるわけだから、叩き台は公明党ですね、ベースにするというふうに総理はおっしゃってるわけだから、この条文をなぜ削除したのか、ちょっとご説明いただけませんか。安倍内閣総理大臣。もうすでに国会で再三申し上げているわけでありますが、憲法の改正案につきましてはですね、政府としては提出するということではないわけでありまして、まさに憲法審査会でご議論をいただき、まあ、そこで、このご判断をいただき、でそこで発議をしていただき、国民投票となるわけでございますから、今、私はここに立っているのは、基本的には内閣総理大臣として立っているわけでありますから、いちいちの条文についてですね、それを解説する立場にはないと、まあ、このように思っております。細野豪志君。いやいや、総理、それはおかしいと思いますよ。総裁の立場もありますから、ベースにします、さっきおっしゃったところじゃないですか。で、憲法の議論のまさにこれがベースになるわけでしょ。その重要な条文、しかも97条という根幹の条文で、もちろん事前にも通告してあって、なぜ削除したんですかって聞いてるのに、答えられませんっていうのは、この憲法の議論に成り立たないじゃないですか。通告もしてありますよ、事前に。議長、これはまずいですよ。ちゃんと答えてください。安倍内閣総理大臣。今お答えいたしましたように、まさに築城的な議論はですね、憲法審査会でやっていただきたいということで、ありまして、まさに閣法として提出しているものであればですね、私は責任を持ってお答えをしなければいけないわけでございますが、今後ですね、今後では、じゃあそうすると、いちいち我が党のですね、我が党のこの憲法改正草案について、築城的に私が解説をするという立場になってくるわけでありますから、そういう、それはそうではないわけでありまして、まさにそれはですね、この
憲法審査会においてご議論をいただくべきものであろうとこう思うわけでございます。まあ、そのために憲法審査会があるのであってですね、この予算委員会においてはまさにこの補正予算について議論する場ではないかとこう思うわけでございます。去年お答えになったじゃないですか、細野豪志君。委員長ね、これはね議論できませんよ。だって憲法という最も重要な問題の総理に対してこの憲法の改正草案の一番重要なところについて聞いているのに何も答えないんですよ。この予算委員会で憲法の議論が成立しないなんていうことが、ね、あっていいんですか。これはね、そもそも委員の権威にも、ね、関わるし、委員長しっかり考えてください。安倍内閣総理大臣。まあ、まさにですね、まさに憲法審査会においてこれは各党がですね、まさに党の見識、議員の見識をそこで、示すわけで、ありまして、この衆議院参議院で発議をするというのがですね、これ本来の姿で、あります。で、今まで、その お答えをしたことがありますが、いよいよですね、いよいよ憲法改正草案について議論をしていくということになってきたわけでありますから、これはそこは明確にした方が私はいいのではないかと、こう思っているわけでございまして、まさに、細野委員が、はい、やりたいというご議論はですね、憲法審査会でやっていただければいいのではないかと、このように思います。もう一回さ、これさ、言ってよ。もう一回言って。いや、細野さんに言ってよ。いや、これは無理です。細野豪志君、そのまま質疑願います。ちょっと一回止めてください。それを今言ったこと言ってくれて、こんな根幹のこと答えられて話がならないです。それを言ってお願いだから。細野豪志君、私もかつてね、議事録で確認したことありますが、総理、長妻委員の質問に対しては97条について答えてますよね。その議事録は私も読んでます。今自民党が非常に多数を取って国民の皆さんも関心があるんですよ。しかも具体的な議論にいよいよ入っていく。だからこそ総理がしっかりと自民党の総裁としての立場を含めてお答えになるべきじゃないですか。以前は答えられたけれども、今まさにそういう議論が煮詰まってくるこれからだという時だから答えられないなんていうのはね、通用しませんよ。しっかり答えてください。安倍内閣総理大臣。この、憲法と築城的な解説についてはですね、これもすでに、自民党はその解説も出しているわけで、ございます。そしてこの議論をしないということではなくて、そのために作った憲法審査会においてですね、私は議論すべきだとこう申し上げているわけでありまして、この政府の総理大臣としてここに立っているのはですね、まさに政府が提出をしているこの補正予算案、あるいはこれから提出しようとしている法案についての政府としての責任としてですね、総理大臣としての立場で答弁をしていくということでありまして、憲法については、この先ほど私はベースにしてということについてお答えをいたしましたのは、基本的な姿勢としてはですね、お答えをさせていただきますが、築城的にですね、これ以上議論をですね、私は総理大臣である私がするのは適当ではないだろうと、このように考えたところでございます。即止めてください。これはダメです。これから予算委員会で憲法の議論できないんです。これから予算委員会
即興を起こしてください。総理、もう一度答弁願いますか。安倍内閣総理大臣。まあ、先ほど来答弁をさせていただいておりますようにですね、この97条についてのこの解説はもうすでに、党としてもお示しをしているわけでありますが、その議論をする、まさに築城的に、どう考えるかということを議論を深めていく場はですね、憲法審査会であるべきだとこう思っているわけでありまして、まさにそこにおいてですね、そこにおいて各党がですね、考え方を持ち寄って議論を深めていくべきだろうか。まさにこの予算委員会はですね、我々は政府、私はまさに先ほど議論になりましたが、行政府の長としてここに立っているわけでありまして、ここでは我々が提出をさせていただいているですね、補正予算、そしてまた我々がこれから提出をしようとしている法案等についての我々私は責任を持って答弁をさせていただきますが、この憲法改正についてはこれは各衆議院そして参議院がそれぞれが発議をするということでありますから、そこはまさに各党各会派がですね、そこで議論を深めていくべきだろうと、このように考えております。放送の郷志君。総理、私はね、細かい条文について聞いてるんじゃないんです。97条の削除が細かい条文であるというふうに考えておられる自民党の皆さんはね、大きな勘違いだと思いますよ。で、私はね、総理、その姿勢は認めることはできません。なぜならここでそれを認めてしまったら、これから予算委員会はおろか党首討論であってですね、憲法の具体的な中身について議論できなくなりますよ。総理が実質的にですね、もう憲法改正するんだということで強い指導力を発揮してきたんでしょ。逃げないでくださいよ。少なくとも主要な条文について答弁できないようであれば、憲法改正をやろうなんて資格はないですよ。しっかり答弁してください。安倍内閣総理大臣、質問にですね、適切に答えていただくようにできる範囲でお願いいたします。先ほど来申し上げたようにですね、逃げないでくださいとおっしゃったんだけども、それはこちらが申し上げたいことでありましてですね、つまり議論する場はどこかということなんですよ。議論する場は憲法審査会においてですね、憲法審査会において各党がその責任を果たしてそこで議論していくわけであったですね、それはまさに立法府がですね、立法府がその誇りと責任感の中においてそこで議論するものであってですね、この今私は行政府の長として立っている立場でこの築城的な解説をする立場にはないということは、再々申し上げているとおりでございます。速記を止めてください。
即起を起こしてください。安倍内閣総理大臣。先ほど来申し上げておりますようにですね、この基本はですね、まさにこれは立法府がですね、立法府が責任と誇りを持ってしっかりと憲法審査会において議論していただくべきものであってですね、内閣総理大臣である私がですね、私がこの築城的にですね、解説をしたり、あるいはその条文においてこういう改正をしてもらいたいと、ここで申し上げるべき立場にはないということでありますが、この97条につきましてはですね、これは現行憲法の国民主権や基本的人権の尊重や平和主義、よろしいですか。現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原則について、これいささかの変わりもないわけでありまして、これは97条の削除は条文の整理に過ぎず、基本的人権を制約するということではないわけであります。これはあくまでもこれは自民党の草案であるということでございまして、これ繰り返しになりますが、現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重と平和主義、この三原則は書いていないというのは再々我々も申し上げて、私も申し上げておりますし、これは自民党のですね、憲法のこの草案の解釈においてもこれ大前提であるということであります。細野豪志君。総理、ここはご理解いただきたいんですが、私は憲法の議論はきっちりしたいという考えなんです。だから総理に築城までは聞きませんよ、細かいことは。しかしいくつかの主要な考え方については総理の考えを伺った上で議論できるかどうかっていう、そこまでいかないとですね、これ何も議論できないということになってしまいますよ。総理自分で答弁をもっと置きながら、これだけ長時間だった審議を拒否されるっていうのは、憲法の議論を本気でやる気があるのかどうかっていうことは問われますよ。今の答弁について、じゃあ最後に私の方で感想を申し上げるならば、所見を申し上げるならば、おそらくそれは総理、憲法11条のことをおっしゃってますね。憲法11条には確かに基本的人権について書いた規定がある。しかしここは極めてシンプルに書かれているわけですね。国民はすべての基本的人権の享受を妨げられない。この権利は、憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として現在および将来の国民に与えられる。これ人権規定書いた。しかし97条は全くその意味合いにおいてですね、深みが違うんです。人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、過去幾多の試練に耐えという経緯も書いてあるんですね。なぜ10条にそれを入れたのか、最高法規の実質的な根拠をここで書いてるんです。単に法律に上位をするから守りなさいねという形式的なこの最高法規の根拠は98条にありますから、97条は実質的な中身を書いてあるんですよ。この歴史的な経緯をなぜ自民党は除去するのか、総理は憲法はあまりご興味な、中身についてそれほどご興味ないのかもしれないけれども、それはね、憲法通説の足部憲法に、だって私の師匠は佐藤浩二教授ですが、すべてそう書いてますよ。ですから総理、もうこれ以上何を聞いてもお答えになりそうにないので申し上げませんが、明らかにこの97条の部分には不備があります。さらには憲法9条に国防軍を書いてますが、この国防軍を国民が認めることを言うことはないでしょう。ですからベースとして自民党の憲法草案で議論するという考え方をですね、もう一度考え直していただいて、しっかりと各党で議論する環境を作っていただきたいというふうに思います。静粛に願います。うるさい、静かに、どうぞ。すいません、はい、ありがとうございます。では時間も少なくなってきましたので、生前退位の問題について、質問させていただきたいと思います。陛下の会見、8月8日でしたけれども、私も本当に背筋を正して聞かせていただきました。非常に重たい言葉を陛下が一言一言お述べになった。で、私は生前退位の問題は、これは陛下がおっしゃったからということではなくて、立法府としてもしっかり議論すべきだし、総理にも考えていただかなければならない。そしてこの議会でしっかりと結論を出すべきだというふうに思っています。
ただ総理、私ちょっと気になりましたのは、先日同じく野田幹事長がこの問題について本会議で聞いたときにですね、総理は生前退位についてですね、この言葉を使わずに、生前退位という言葉を使わずに、公務の軽減という言葉だけをお使いになったんですね。これは公務の軽減と生前退位というのは意味的にも質的にも全く違いますね。総理、どういう意図で公務の軽減という言葉をお使いになったんでしょうか。お願いします。安倍内閣総理大臣。天皇陛下の公務の負担軽減等については、今般設置をした有識者会議において、予断を持つことなく、国民の中にあるさまざまな意見を幅広く聴取した上で、提言を取りまとめていただくことを予定をしております。まずは有識者会議においてですね、静かに議論を進めていただきたいといただくこととしておりますが、憲法上、天皇の地位は国民の総意に基づくとされていることも踏まえ、一定の段階でですね、与野党を交えた議論を行うことも考えているところでございます。細野豪志君。全然お答えいただいてないんですが、公務の軽減と生前退位というのは違いますね。生前退位についてしっかり検討するということでいいんですか。そこを聞いてるんです。安倍内閣総理大臣。この天皇陛下が国民に向けてお言葉を発せられたということを我々は重く受け止めているわけでございまして、これは憲法との関係もございます。ですから我々はお言葉を発せられたということを重く受け止めて、その中において国民的な議論があり、その国民的な議論を受け止めて、政府としてもですね、有識者会議を設けて議論を行っていきたいと考えているわけでございます。そこでですね、今、ご公務のこの提言について考えていくという上においてはですね、これは予断を持たずに、さまざまな、この事柄についてですね、検討していきたい、しっかりと検討していきたいと、こう考えております。細野豪志君。今も生前退位という言葉を使われないんですね。で、陛下の会見は私何度も読みました。直接聞いた上にですね、何度も読みましたが、ここを懸念されている。自らの健康状態が深刻な状況に至った時の社会の停滞。総理、ここよく考えませんか。もちろん判断するのは我々ですよ。仮に公務が軽減されたとしてもですね、陛下であり続けることに変わりはないわけですね。そうなってまいりますと、健康が深刻な状況になると、これは残念ですけれども、いつかはこういうことが来ると考えざるを得ない。そうなったときに社会が停滞しないためにどうするかというのを我々考えるべきじゃないですか。それを陛下自身、総理自身が、生前退位という言葉を使われないというのは、私はね、国民的な理解から言ってもね、認めるわけにいかないんですよね。しっかり生前退位についても検討するという言葉ぐらいは、答弁ぐらいはいただけませんか。安倍内閣総理大臣。この退位の問題も含めてですね、予断を持つことなく、さまざまな専門的な知見を有する方々の意見を伺いながら、議論をしていただけるものと考えております。細野豪志君。今日は内閣法制局にも長官にも来ていただいたので、一つだけお伺いをしたいんですが、二つお伺いしましょう。特別立法で一代限りで生前退位を位置づけるというですね、そういう議論があると聞いてます。ただ憲法2条には、行為は世襲によるものであって、国会で議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされている。一代限りであっても、皇室典範以外の特別立法でやるということが、憲法2条の許容するところなのかどうかということが1点。でもう1点お伺いをしたいのはですね、恒久的な制度として、この生前退位を位置づける場合、制度としてですね、その場合については、憲法改正が必要なのか、もしくは皇室典範の改正という形でなしうるのか、この2点は内閣法制局の見解としてしっかりと確認をした上で、国会での議論をするべきだというふうに思いますので、内閣法制局長官に明快にご答弁をいただきたいと思います。横畑内閣法制局長官。陛下のご公務の負担
をめぐりましては、まあ、過日の陛下のご発言を、まあ、契機といたしまして、国民の間でさまざまな意見の表明がなされ、また政府といたしましても有識者会議を設けて、これから広く検討を行うとされているものと承知しております。従いまして、当局として現時点で予断的なことを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、それと切り離した上で、あくまでもその一般論として憲法の解釈という観点から申し上げたいと思います。憲法第2条は、皇位は世襲のものとするほかは、皇位の継承に係る事項については国会の議決した皇室典範、すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと理解しているところでございます。また一般にある法律の特例特則を別の法律で規定するということは法制上可能でございます。そのことを踏まえますと、憲法第2条に規定する皇室典範といいますのは、特定の制定法であります皇室典範、昭和22年法律第3号ということになりますが、その特定の法律のみならず、皇室典範の特例特則を定める別法もこれに含み得る、当たり得るというふうに考えられるところでございます。もう一問、はい、手短にお願いします。はい、もう一点でございます。今お答えしたとおり、皇位の継承に係る事項については、いわば法律事項と解されるところでございます。従いまして、憲法を改正しなければおよそ対による皇位の継承を認めることができないということではないと考えております。ではない、ない、憲法を改正しなければおよそ対による皇位の継承を認めることができないということではないと考えております。細野豪志君、非常に重要な答弁だったと思います。皇室典範によってもしっかりやりうるということですので、全国民を代表する議会でしっかりとこの問題については議論して、国民にもしっかり説明していくことが必要である、このことを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。この際、江田健二君から関連質疑の